おや、あなたたちでしたか。本当にお久しぶりですね。ひひ、シャブ業が肝試し大会をやるって聞いてすぐ申し込みに来たぞ。でもまさかアヤトがいるなんて。もしかして今回の肝試し大会って結構重要なやつなのか。おや、もしかして私は重要な局面にしか現れないと思われているのですか。今回の肝試し大会は確かに私の提案です。あくまで企画を通しただけですが、こうして確認をするのも私の仕事ですよ。肝試し大会はテイワットに広く伝わっていますし、参考にできる事例も多いので、おそらくつつがなく行われるでしょうし、細かいことは家臣たちに任せていますから。なるほどな。ってことは今アヤトはあまり忙しくないってことだな。だったらオイラたちに肝試し大会のルールを説明してくれよ。こうも自然に人に用事を言いつけるとは、さすがパイモンさんですね。まあ確かに時が来ればお二人の協力が必要になるかもしれない。ん？何か言ったか？お気になさらず。時間もあることですから簡単に説明しましょう。やったぜ。肝試し大会、その名の通り遊びとしての度胸試しです。肝試しの場は鎮守の森にしました。肝試しを始める前に毎回参加者には2人ずつの組に分かれてもらいます。組分けができたら、事前に鎮守の森やその周辺地域に置かれたとあるものを発表します。一番先にそのものを見つけた人がその回の勝者となります。その回？あれ、もしかして肝試し大会って何回かやるのか？その通り、肝試し大会は3回行われます。何せ実は今回の肝試し大会は3つの勢力が主催しているものですから、商人たちは資金を集め、上里家は場所を提供しました。そして鳴上大社が顧問を担当しています。3つの勢力それぞれが参加者の探すものを決めるので、試合自体も3回戦で勝負を決めます。オイラ分かったぞ。なんだかんだ言って要は鎮守の森で物探しするだけってことだろ。1回ごとに1つ見つけて3回で3つ見つけるんだな。簡単じゃないか。ええ、よく理解してくれました。試合に勝利した回数をもとに異なる商品を用意するつもりです。もし複数回勝利を収めた人がいれば、最後に与えられる報酬も増えます。3つ全て集めることができたら、鳴神大社の提供する豪華御神物も獲得できますよ。豪華御神物、聞くだけで高そうだぞ。さあ、どれほどのモラに相当するのでしょう。試合に勝利した上であの宮司様に聞けば答えがわかるかもしれませんね。無論肝試し大会で最も試されるのは度胸です。もし恐怖に負けて途中で退出すれば、商品とは無縁になるでしょう。さて、恐怖に耐え最後まで持ちこたえられるものがどれだけいるやら。用意した商品が誰にも送られないとなれば、私の方も困りますからね。心配いらないぜ。その商品はオイラたちがいただくからな。オイラは肝試し大会って聞いた段階で怖かったけど、旅人の方は度胸がいっぱいだぞ。なかなかの勢いですね。私もあなたたちのご活躍を祈っていますよ。さあ、話はこのくらいにしましょう。後で私があなたたちの名前を参加者名簿に登録すれば参戦完了です。3つのものの正体については肝試し大会の現場に着けば紹介してくれるものがいるはずです。
最後に友達として一つ教えてあげましょう。肝試し大会では毎回怪しい噂が流されてしまうのです。どうかお気をつけて。あいつのあの口ぶり、まさか真珠の森に何か本物がいるわけじゃないよな。まったく、お前までオイラを脅かすなよな。とにかく噂の豪華ご神物のために出発。ちょい止まった。かお前らじゃねえか。こいつは奇遇だな。この声はイット。どうしてここに？まさかお前も肝試し大会に参加しに来たのか？そりゃもちろん。悪いな。報酬は全部この俺様。新たき度胸は天より高くイットがもらうぜ。と言いたいところだが、実は今回は別の件で来たんだ。何があったんだ？はあ、長い話になっちまうんだがな。この前肝試し大会の情報を聞いた俺様はすぐに新たき派を全員かき集めて思い切り楽しもうと思ってたんだ。なのになんと俺様の子分はどいつもこいつも肝試し大会に興味がねえみてえでよ。真珠の森なら何度も言っただろ、全然怖くないぜ。あんなの子供が度胸を鍛えるためのゲームじゃんかよ。そんな時間があったら七星召喚でもやろうぜ。本当に肝試し大会に参加するのか？はあ、親分が決めたことなら。どいつもこいつもみんな揃って元気がねえんだ。こんなんじゃダメに決まってんだろうが。その気持ちオイラにもわかるぜ。テンション上げて人を遊びに誘ったのに相手が全く興味を示してくれないなんて、面目丸つぶれだよな。メンツの問題じゃねえ。新たき屋の親分として俺様は常に新しい面白いものを見つけて子分に楽しさを感じさせ続けなけねやならん。最初は理解できなくていいが、今に見てろよ。肝試し大会の面白さを実感させてやる。だがしかし話が戻っちまうが、俺様も珍珠の森なら何回も言ってる。そりゃ最初の頃は確かに怖かったが、今は完全に慣れちまってな。シャブ業の奴らだけを頼りにして何の新しい真似ができるってんだ。参加者をビビらせることができなかったら肝試し大会にはならねえからな。それが原因でまた子分に文句を言われた日には、それこそ俺様のメンツが丸つぶれだぜ。結局メンツの問題なんじゃないか。原因ってのは複雑なもんだからな。とにかく俺様には一つプランがある。シャブ業が信用できねえなら、俺様が肝試し大会に少し工夫させてもらおう。それってそうだ、この俺様が直々に脅かし役を演じるぜ。これなら間違いなく盛り上がっちまうぞ。だがこのプランには手助けが必要だ。つうわけで俺様はここで助っ人を募集してるんだが、まさかお前らが来ちまうとはな。頼む、俺様と一緒に脅かし役をしてくれ。やなこった。頼む。いやだ。頼む。もうわかったって。でも言っとくけど、オイラたちの目標は肝試し大会に優勝して豪華ご神物をゲットすることだからな。お前のことはついでなんだから。あ
恩に着るぜ。安心しな、俺様がいれば肝試し大会なんてちょちょいのちょいだぜ。出発！今度こそあいつらをビビらせてやるぜ。うるさいやつだな。あれ、でもあいつのおかげでなんだか怖くなくなったぜ。ひょっとして笑い声って恐怖をなくせるのか。だったら今後怖くなったらオイラたちも大声で笑おうぜ。おい旅人、ハイモン、雑談はそのくらいにしとこうぜ。このままじゃ肝試し大会に間に合わなくなっちまうからな。すぐ行く。会場みたいだな。オイラの気のせいか。見覚えのある景色なのに雰囲気は前よりずっと怪しいぜ。おいパイモン。わあ！いきなり後ろから声をかけるなよ。びっくりしたぞ。どうしたんだよ。いやな、突然とある問題に気づいちまっただけだ。コモンども驚かせよとは言ったが、よく考えてみたら俺様は今までちゃんと人を脅かしたような経験がないんだぜ。今さらそれに気づいたのかよ。リハーサル。おお、そいつはいい考えだな。とびっきりのアイデアを思いついたぜ。お前らは普通に肝試し大会に参加して、俺様がその道中で隠れながらタイミングを見計らってお前らを脅かす。そんでお前らが俺様の人を脅かす腕を評価するんだ。よし、早速準備するぜ。お前らに俺様の実力を見せつけてやる。あいつ勝手なことばっか言ってどっか行っちゃったぞ。まあオイラたちはどうせもともと肝試し大会に参加しに来たんだしな。試練が少し増えたって考えればいいか。あそこに肝試し大会の関係者がいるみたいだぜ。あいつに聞いてみよう。あなたたちも肝試し大会に参加しに来た方ですか。そうだぞ。その服、お前もしかして鳴神大社の巫女か。ええ、私には見えます。お二方の身にまとっている黒い霧から不吉なオーラが漂っています。何も知らずにここに入り込むなんて、しっかりすると暗闇に飲み込まれてしまいますよ。ふふふ。こいつ本当に巫女なのかよ。なんだその不気味な笑い方は。今ならまだ引き返せますよ。三つまで数えますから。3、2、1。ちょっとした試練として考えていただければ、あまたの階段も平和そうな日常から始まるものですからね。焦るべからず、疑問を抱くべからず、深く考えるべからず。お二方がここに入った瞬間から全てが定まっているのです。束の間の安らぎをゆっくり楽しんでください。第1回の試合は間もなく開始してしまいますが、あなたたちは仲間を見つけましたか。やっとオイラに
もわかる話になったな。仲間。オイラたちは最高の仲間だぜ。あら？でも名簿を見るとあなたたちは一人の参加者として登録されているようですが、旅人とパイモン、そう書いてあります。つまりもう一人を探して手を組む必要がありますよ。いきなり仲間探しかよ。イットのやつが消えていなかったらあいつと組めたのに。どうすればいいんだ。私の知る限りまだ相手の決まっていない選手がいるようです。探してみるのはいかがでしょう。でもお早めに済ませて帰ってきてくださいね。試合開始までに組になれなかった場合は失敗と判定されますので。そんな、早く近くを見て回ろうぜ。旅人さん、パイモンさん、こんにちは。え、アヤカも肝試し大会に参加しに来たのか。ええ、お兄様から肝試し大会が面白いとお聞きしまして、試してみるよう勧められたのです。ただ肝試し大会には参加したことがありませんので、どんな内容なのかは分かりません。アヤカも初めてだなんてな。実は私は新規にまつわることが苦手で、プレーの振る舞いで家族に恥をかかせないかといつも心配でした。その失礼ですが、旅人さんとパイモンさんはもうお二人で組まれているのですか。さっき巫女のお姉さん曰く、オイラたちは一人の参加者としてカウントされているらしいから、オイラたちもちょうど相手を探してるんだぜ。よかった。もしよろしければ私と組みませんか。あなたたちがそばにいてくださればなんだか安心できますので。あ、もちろんもし他の方とチームを組みたいのであれば全然大丈夫ですよ。本当ですか。ではよろしくお願いいたします。いえ、ここはどうぞ多めに見てくださいと言うべきかもしれません。もし私が驚いてしまってもどうか笑わないでくださいね。どうやらお相手を見つけられたようですね。ちょうど試合も始まります。では肝試し大会の1回戦で探してきてほしいものを発表しますよ。その名も団子牛乳です。団子牛乳？玉木さんからご提供いただいた団子牛乳が現在鎮守の森のとある場所に置かれています。方向を示す道しるべが置かれていますが、分かれ道もございます。また道中ではあらゆる怪しいことが発生するかもしれませんので、くれぐれもご無理なさらず。退出はいつでも可能です。準備ができたらどうぞ始めてください。行こうぜ。他の人に先を越されないようにな。そういえば十数年前、とある家臣が私にこんな物語を語ってくれました。とある浪人がいました。彼はとある夜森を横切ろうとしたその時、突然見慣れた光景がだんだんと異様になっていくことに気づきました。彼は自分がまるで別の世界に行ってしまったかのように感じ、
足を止めました。なんと到底人には見えない奇怪な者たちがみんな揃って自分を見つめていたのです。すごく怖いぞ。周りの木を見るのも怖くなってきた。大丈夫だよな。何か変なものが出てきてしまってもオイラたちはそいつを懲らしめてやる。眩しいですね。これは花火ですか？いきなり明るくなった。絶対に怪しいぞ。早くここを離れようぜ。見つけたと思ったけど違うみたいだな。他のところも探してみよう。俺様の腕を見せつけてやるぜ。どうだ、ビビったか？よく見えませんが何かが動いているようです。早く逃げろ。あれ、こちらにあるのは私たちが探している団子牛乳でしょうか。隣にかかしも置いてあります。おかしいですね。これは何に使うのでしょう。そんなことどうでもいいから。それより団子牛乳を見つけたってことはオイラたちが一番早くここに着いたんだよな。まさか団子牛乳がこんなにたくさんあるなんてな。全部持って帰るのは大変そうだし、なんならここで一部を飲んだらどうだ。ってことでいただきます。わー、カカシが立ち上がったぞ。まさか何かがここでこれらの団子牛乳を守っているのでしょうか。つまり団子牛乳に触ったら狙われるってことか。おいら触ってないぞ。それもそうだな。その言葉を聞いたらなんだか安心したぜ。じゃあ一緒に飲んでみようぜ。うまいぞ。そうですね、先ほど驚いて失った精神力がまるで団子牛乳に癒されていくようです。よく周りを見てみると目の前にあるのはやはり私のよく知っている鎮守の森ですね。一回体験してみたらそれほど怖くなくなったかもしれません。お兄様が、恐怖は人の心によるもの、心が安らかなら怖いという気持ちも自然に消えてしまうよとおっしゃったことがあります。今になってようやく理解できました。しかし恐怖も完全に悪いことだとは言い切れません。何度も怯えてしまいましたが、それでも楽しかったですから。もう少し森の中を歩き回りたいのですが、あなたも一緒にいかがですか？そうなんですね。では私は先に失礼しますね。どうぞお友達の方を優先してください。心配なさらないでください。
一度体験しましたから、今度は簡単に脅かされたりはしないでしょう。ではまた今度お会いしましょう。楽しいお時間を過ごせますように。エイ？わあ、本当にエイだぞ。どうしてここに？あなたたちでしたか。ミコからここで肝試し大会が開催されていると教えられたのです。それで気分転換してこいと勧められましたので。そうだったのか。それでエイは肝試し大会を楽しめたのか？いえ、特に変わりありません。私は何も怖くはなかったのですが、むしろ一部の参加者が私の姿を見てビクビクしていたようです。ミコのやつ、まさかわざとエイを送り出して人を脅かそうとしたわけじゃないよな。でもそれじゃあエイは何の体験もできなかったんじゃないか。そうだ、さっきオイラたちが手に入れた団子牛乳をエイに一つあげるぞ。これでお前もこの会の勝者だぜ。これは以前一緒に飲んだことのある飲み物ですね。ではいただきます。実はここに来てから馴染みのある気配を感じているのです。それはもう懐かしいと思えるほどに。馴染みのある気配？下の砂浜へはもう行きましたか？先ほど近くを散策していたところ、砂浜に空き地があるのを見ました。そこには見覚えのある遊び道具が置かれていました。ざっと一通り眺めてみたのですが、どうやら空中に浮かぶ板で弾を撃ち、事前に設置された元素ブロックに命中させる遊びのようです。空き地遊戯という名のようでしたので、空き地跳ね遊びから派生した遊びではないかと推測しました。少し昔のことを思い出しました。空き地跳ね遊び？なんだそれ。羽子板で弾を撃ち、標的に命中させるという昔のお祭りで流行った遊びです。誠も昔空き地跳ね遊びが好きでした。あの頃は百鬼がまだいましたし、稲妻の夜も今よりずっと賑やかなものでした。妖怪たちはよくお祭りを開きました。大勢で集まってお酒を飲んではしゃいだり、即興で演奏したり。それって常に堂々と美味しいものをいっぱい食べられるってことか？そうです。妖怪たちは自らのお祭りを三千花祭りと名付けていました。誠と一緒にそのお祭りに参加したことがあるのですが、誠はとても面白がっていました。残念ながら過去は宝永のように去っていきましたが、再び似たような遊びを見られるとは実に心躍ることですね。面白そうな遊びだな。オイラも遊んでみたいぞ。もし興味があるのでしたら、砂浜のところで試してみてはいかがですか？先ほど私が行った時にはまだ修理中のようでしたが、さほど時間はかからないでしょう。やったー。では私は先に天守閣に戻ります。ミコから今回の肝試し大会は3周あると聞きました。最後まで走り通せるといいですね。いえ、あなたたちでしたらきっと最後まで走り通せるでしょう。そんなの当たり前だぜ。な、信じていますよ。それにしても砂浜でやってる遊びのことなんかアヤトから聞いてなかったよな。本当にシャブ業が主催しているものなのか。うわぁ、そう考えるとなんだか怖くなってきたぞ。肝試し大会のせいでオイラ
今もまだ体がこわばってるんだ。とにかく第一回戦はこれで終わりのはずだ。ひとまず戻ってみようぜ。どうだ、俺様の脅かし役としてのテクニック、なかなかのもんだっただろう。どうしよう。おいら、ずっとお前の後ろに隠れてたから、イットのやつが出てきたのなんか全然気づかなかったぜ。旅人、お前はどう思う？イットの脅かし役としてのテクニックは。なんだと？そんなあざはないだろう。だって俺様が登場するたびに相手は慌てふためいて逃げてたぜ。俺様も自分にこんな才能があるとは気づいてなかったぜ。だがちょうどいい、今度こそ子分どもに俺様の凄さを見せつけてやる。あいつらがどの道を通って戻ってくるか俺様はすでに把握済みだからな。道中に待ち伏せして盛大にビビらせてやろうじゃないか。考えるだけで興奮を抑えきれなくなってきたぜ。どうだお前ら、準備ができたら出発だ。この辺りのはずだ。急げ、俺様と一緒に隠れろ。来たぞ来たぞ。イット、どんな風にあいつらを脅かすつもりだ？そりゃあもちろん、あいつらが来たら揃って大声を出しながらここから飛び出してビビらせてやるに決まってる。子供っぽいやり方だな。はいはい、舐めてもらっちゃ困るぜ。方法はシンプルだが、俺様にはあいつらの考えは全部お見通しなんだよ。あいつら今は絶対つまんねえなとか、早く帰りてとかほざきながらのんきに歩いてるはずだ。今のあいつらはまさに無防備そのものだぜ。それにここは暗いから、突如草むらからピンピンした人間が3人も現れたら脅かされるに違いねえ。奴らの反応が追いつく前に俺らは撤退して次の待ち伏せ場所を探すんだ。シッ、聞こえるか？誰かが来てる。こりゃ間違いなく俺様の子分どもだ。3つ数えて一緒に飛び出すぞ。3、2、1。ふわっ、ま、お前らは、まさかひょっとしてお化けだ。お化けだ。待て、もう逃げなくていい。お前にも見えたんだよな。あいつら絶対人間じゃなかったぞ。肝試し大会の階段が本当になったんだ。どうすればいいんだ。オイラたちもう幽霊に取り憑かれちゃったんじゃないのか。パイモン、お前ってそんなに臆病だったのかよ。お前の方が先に逃げたんじゃないか。どの面下げてオイラのことを笑ってるんだよ。そりゃお前がお化けだって叫んだからだ。
俺様は無意識にまずはお前らを安全な場所まで連れて行こうとしたんだぜ。なんせ本当の幽霊はすごく怖い。俺様の拳も全然効かねえからな。ふと思ったんだ、あいつらも逃げてっただろ。つまりあいつらも俺らのことを怖がっているっつうことだ。それで俺様は冷静になったんだ。で、冷静になってからこう考えた。あいつらは本当に幽霊なのか、ひょっとしたら誰かが人をたぶらかそうとしてるんじゃねえのか。いやいや、そりゃないぜ。さっきの試合の時、俺様は鎮守の森を一通り回ったんだ。シャブ業の連中が用意した仕掛けは全部見たぜ。あの3人は決してシャブ業側の人間じゃねえが、なんかあの姿妙に見覚えがあるっつうか、なんつうか。よし、戻ってもう一度確認だ。え、戻るのかよ。え、でもまだほんの少しだけど、あいつらが本物の悪霊だって可能性もあるだろう。今戻ってしまったらオイラたち食べられちゃうかもしれないぞ。安心しろ、ファイモン。心配ならここに残ってていいぜ。俺様は旅人と一緒に確認してくるからね。本当か、やったぜ。そうだった、前に八重堂で買った小説に確か書いてあったぞ。事件を調査するときに行かないからなっていうやつは大抵次の被害者になるって。いやだ、オイラも行く。お前らのそばから離れないぞ。よし、あいつらはさっきあっちの方向に逃げていったようだ。一体どこまで逃げたかわからねえが、手分けして探そうぜ。でもそれじゃあお前の方が一人っきりになっちゃうぞ。探偵小説ではそれもすごく危険なんだ。俺様を心配する必要はねえよ。俺様が本気を出せば向かうところ敵なしだぜ。嫌な予感がするぜ。お前のことをここまでビビらせるなんて、どうやら人を脅かすことにおいてはそれなりの心得があるやつらみたいだな。今回やつらを捕まえたらきっちり勉強させてもらうぜ。じゃあ俺様は先に行かせてもらう。イットのやつ、また勝手なこと言って言っちゃったぞ。オイラたちも本当に行くのか。そうだな、行ってみるしかないよな。でも先に約束してくれ。もし何か怖いものに遭遇したら一刻も早く逃げるんだぞ。出さないでいるからびっくりしたぜ。
そんなことしちゃダメ、千鶴。欲が理性を上回ると他の人に不幸をもたらしてしまうのよ。同じ過ちを繰り返すわけには。もう少し耐えるの。あんなに長い間耐え続けてきたんだもの。このくらいの時間きっと大丈夫でしょね。こんにちは。三人の悪いやつがここを通るのを見なかったか。どんな感じのやつらかっていうと、こう、君たち私に声をかけたの？こんな私に声をかけたの？うわぁ！ここに来るべきじゃなかったのよ。私に近づくべきじゃなかったの。命が惜しければ早く離れて。じゃないと君たちの魂は永遠にここをさまよい続けることになるわ。同じ過ちを繰り返さないで帰って。帰れ。起きて。ほら起きて。よかった、無事だったみたいだね。僕に質問する前にもっと大事なことがあるんじゃないのかな。おいらを食べないでくれ。全然おいしくなかないぞ。おいらの仇絶対に取ってくれよ。うわぁ、おいらのこと助けに来てくれたのか。兵装まで。さっきの怖いやつはお前らが追い出してやったのか。怖いやつ？僕が着いた時は君たちが気を失ってここで倒れてただけ。周りに他の人の姿はなかったよ。一体何があったの？どうやら僕の推測した通りだね。肝試し大会の裏には何らかの事情がある。さっき僕がどうしてここにいるのか聞いたでしょ。まだその質問に答えてなかったね。実は僕はある依頼を受けてその調査に来たんだ。依頼？そうだよ。つい最近砂浜でおかしな遊びを発見した人がいてさ。砂浜の遊び？あ、それってエイが言ってた秋津遊戯ってやつのことか。おや、どうやら君たちもそれなりに事情を知ってるみたいだね。あの遊びは少し前にひっそりと解放された。そして何人か偶然その遊びをやってみた人たちから面白いって評価されたんだ。でも砂浜には話を聞いて集まってきた見物客以外には誰もいなかった。例えると道端に屋台が一つ増えてるのに天使の姿がどこにも見えないって感じだ。さらに変だったのはこの天守なき屋台は通常通り営業してたってとこだ。砂浜に来た人は告知板に声をかけるだけで遊ぶことができるようになっていた。まさか幽霊なのか。うん、人々もそう言い伝えるようになった。その噂は少しずつ広まっていき、やがてたたりだって話になったってわけさ。噂はだんだん本当のことみたいになってきて、そこに行く度胸のある人も次第に消えていっちゃった。それで天領奉行は最初その一部エリアの砂浜を封鎖し真実を解明して噂を論破しようとしたんだけど、シャブ業の方が一足先にここで肝試し大会を開催したんだ。もともと近づく勇気のなかった人々も砂浜の遊びはシャブ業が肝試し大会のために用意した肩慣らしの余興だと思うようになって、恐怖心を捨てて再びここに集まってきた。でも僕は知ってる。あの遊びは花からシャブ業とは無関係なんだ。つまり
シャブ行はたたりがあるって噂を知ってたくせに、わざわざここを選んで肝試し大会を開いたってことか。アヤトのやつ、頭が切れるやつじゃなかったのか。一体何考えてるんだよ。さあ、彼の考えを推測するより僕は自分の目の方を信じようかな。さっき依頼を受けたって言ったでしょ。実は砂浜で例の遊びをやってたら、そこに数時間も閉じ込められてしまった人がいたんだ。彼の話によると、どの方向に向かって進んでも結局元の場所に戻ってきてしまったらしい。しかも仲間はすぐ近くにいたのに、彼のことが全く見えなかったんだってさ。聞いただけで怖いぞ。彼が何かを隠しているのは明らかだったけど、仲間の証言は手に入れた。つまりこれは事実だった。しかもこの一件が原因で、ますますたたりの噂は本当だと思われるようになった。シャブ業が肝試し大会を開催することを公表するまで、その砂浜に近づく勇気を持つ人は一人もいなかったんだ。誰が砂浜であの遊びをやれるようにしたんだろう。シャブ業はなぜそれを隠そうとしたんだろうか。この真相が知りたいってのもあって、僕は進んで調査に来たんだ。僕のことは気にしなくていいよ。君たちと一緒に行動すると目立ちすぎるから、まずは一人で調査してみる。君たちも気をつけてね。僕が見た限りでは、大半の人はここで起こることについて何も知らされていないみたい。だからヤブヘビを避けるためにも、できるだけ他の人には話さない方がいいと思う。